日本原子力防護システム株式会社は原子力発電所をはじめとする大型施設へ総合的な警備を提供する警備業者、建設業者である。本店は東京都港区虎の門。品質マネジメントシステム ISO9001 を取得している。略称で原棒と呼ばれることが多く、会社のロゴも原棒とひらがなが採用されているが、社長は JNSS という英語の略称が用いられている。資本金の50%を出資する筆頭株主がセコムであることからセコムグループであるが第2位の株主である東京電力からもグループ企業の一員として扱われており出資者4社からの出向者も存在する。1977年に原子力関連施設の防護を専門としてセコム東京電力 関西電力、中部電力が共同出資して設立。主に各燃料輸送警備業務、発電所における防護システムの設置と保守、そして警備員を配置した人的警備業務の3種のサービスを提供する。現在ではデータセンターなどの原子力関連施設以外の分野にも進出している。信頼性の高い防護機器やシステムを目指して自社開発も手掛け、 各発電所に納入している。具体的な実績として、どの発電所が当社の製品を採用しているかは明らかにされていないが、公式サイトによれば、日本国すべての原子力発電所の総発電キロワットに換算した場合、約80%に当たるシェアを獲得しているとされている。その他、カードリーダー装置やアクセス制御装置など、複数の技術を開発し、 特許を出願している。ABC 日本原子力防護システム株式会社第44期決算広告日本原子力防護システム株式会社により出願された特許日本原子力防護システム株式会社三浜発電所校内パトロール用警備車両に電気自動車 IME ブを導入されました。ありがとうございます。